縁はみんな誰にでもあって、人にも物にも縁というものは簡単に言えば存在するけども、例えば人一人の存在を証明するのにどうするか、そうなった時に自分というものを証明する、それは母がいて父がいて、どこどこに住んでいて、どういうところで生まれた、すべてそれが縁になって生じている。その縁がなければ自分というものを証明できない。ミニを譲り受けた彼と私には縁が生じて、その縁をもってまたミニと私という縁ができて、すべてのものに縁というものが生じる。だけどその縁っていうのはとても貴重なもので、すべてにはあるんだけども、その縁がなければ今のこの状態状況っていうのは起きてないということを承知してもらえれば、縁というものの大切さがとてもわかるんじゃないかなと思います。人間というものは絶対的な欲、必ず備え持っている欲というものがあるから、全く正反対のことを解いて、解くことによってその絶対欲と絶対ダメだよという中の間を取ろうと、それが今言われた中道という言葉になっています。中道はいわゆる物事でいう、まあ、バランス、すべてのものにバランスっていうものが必要で、やりすぎてはいけない、やらなすぎてはいけない、一番難しいところなんだけども、正反対を示して間を取ろうと、私はそういうふうにお釈迦様は説いたのではないかなと、そんなふうに思います。身にも叱り、すべてのものはすべてバランスだと思う。その中でまあ、ミニをチューニングするにあたって、一つだけ良くてもいけない、一つ悪くてもいけない、すべての機械のバランスを見て、そのミニの特性だったり、また自分の好きなフィーリング、バランス、それを見ながら、私の中のバランスでミニを、まあ、中道として組み上げました。ミニを乗っていると全ての物事を忘れて、ただ無心にその空間にいられる。仏教の修行もそうだけども、あれこれ考えずに、ただ無心にひたすらに営業する、それをまず一つの考え方としている部分と、ミニは通ずるところがあって、ただひたすらに運転に没頭する、何も考えずにただひたすらに、ただひたすらにと他のことを考えずに乗れる、また乗った後の気持ちの満足度だったり、そういうものを感じられる車です。